キューブ。さーて、今日は何の日か知ってるかな？そう、エイプリルフール。嘘はついても許されるなんていい日だよね。今年はみんなもいるし、なんだか面白くなりそう。それじゃあまずは誰にしようかな。おはよう、コノハ。今日は何を読んでるの？最近ここに入った新しい本。それよりも雨鳥さんがここにいるなんて珍しい。そっかな。まあ少し用事があってね。そういえばその本だけど。ん？これはどうかしたの？それって後半すっごくエッチな展開になっていくんだよね。これシリーズものの冒険小説だし、今までそんなシーン出てこなかった。テコ入れで展開変わるなんてよくある話じゃん。信じないなら最後まで読んでみればいいと思うよ。あれ？読まないの？読まないわけじゃないけど、その心の準備があるし。そうなんだ。それじゃあ読む気になるまで私が借りておこうかな。今この本を読んでいるのは私だから邪魔しないで。それは残念。じゃあ私は帰るから。あ、雨鳥さん行っちゃった。どうしよう。この本もう少しだけ読んでみようかな。そろそろ夜ご飯の時間か。確か月の2は木の葉が激辛鍋を食べたがってたって嘘をついたんだよね。木の葉は辛いものが嫌いだから、2人が会ったらどんなことになるんだろうね。たったいまー。ご飯まだ？あら、すみれちゃんがご飯の催促なんて珍しいわね。どうかしたの？お腹が空いたから聞いただけだよ。そう。でもまだコノハちゃんとトモエちゃんが帰ってきてないのよね。どうしようかしら。もう少しで帰ってくるんじゃないかな。葵もいるんだし先に食べてようよ。そうね。葵さんもお腹が空いてるみたいだから食べながら待ちましょう。今蓋を開けるわね。高くて辛い匂いが。って、あれ？辛くない。試しにスープを飲んでみて。それじゃあ小皿によそって。美味しいけど、これってまさかトマト？正解よ。すみれちゃんからコノハちゃんが激辛鍋を食べたがってるって聞いた時は驚いたけど、よく考えたらエイプリルフールの嘘なのよね。なんだ、わかってたんだ。それじゃあどうしてトマト鍋にしたの？前から作ってみたかったこともあるけど、今度は私がすみれちゃんを驚かそうと思ったのよ。それに私は引っかかったわけか。さすが月の一枚上手だね。そんなことないわ。あれ、誰か帰ってきたわね。ただいま。ごめんなさい、少し遅くなった。うん、今から食べ始めるところよ。それよりも手に持ってる本はどうしたの？雨鳥さん、この本全然内容が違った。最後まで読んだんだ。面白かった？面白かったけど、聞いてたのと違ったから。あれ、もしかして期待してた？
そんなわけない。スミレさん、海に兄さんがいなかったんですけど、どういうことですか？ずっと待っていたんですよ。トモエには、葵がトモエの水着姿を見たくて浜辺で待ってるって嘘をついたんだよね。ああ、兄さんが何も知らないようなお顔をしてます。もしかしてエイプリルフールの嘘ですか？バレたか。そうだよ、楽しめたかな。私の巴さんも見事に引っかかった。スミレちゃん、あんまりからかっちゃダメよ。ごめんごめん、次は気をつけるよ。次って1年後じゃないですか。エイプリルフールだけど、嘘はほどほどに。みんなも気をつけてね。